俺はいかなる騒ぎかな。申し訳ありません、家康殿。これは暴漢に襲われておりましてな。一時身を隠させていただけるとありがたい。それは難儀なこと。豊臣の純責たる御身に何かあっては一大事でござるからな。屋敷の周りを見回らせよう。しばしおくつろぎあれ。かたじけない。ふん、狸め。三成殿、何故徳川のお屋敷に。家康にも対面がある。殿が転がり込んできたからってこれ幸いと討ち取るわけにはいかない。清正たちにしたところで他の者ならともかく家康に仲裁されては引かざるを得ないでしょうよ。なるほど、そこまでお考えでしたか。もっとも家康はそんな計算も全て読んだ上で殿をかくまったのだと思いますがね。家康は必ずこの騒ぎを利用する。このままでは済みませんで。承知の上だ。それとも清正たちと切り結ぶ方が良かったというのか。三成殿は何をおっしゃいます。そもそもなぜ清正殿たちとこのようなことに。バカの考えることなど知るものか。本当にお前は変わらないな、三成。来たのか、義継。なぜもっと清正たちと話をしようとしない。そうです、これを機に家康殿とも話し合われては。バカと話をしている暇などない。俺は俺のやり方で豊臣を守るだけだ。三成殿。やれやれ、こうなっちゃこのお方はてこでも動きませんで。本当に守るべきものが何かお前は分かっているのか、三成。余計なお世話だ。清正殿、正則殿。雪村か。この間は妙な騒ぎに巻き込んですまなかったな。てめえ邪魔すんじゃねえよ雪村。黙れバカ。なぜあのようなことを。お二人が三成殿を本心から憎んでいるとは思えません。あ、当たり前だろうがそんなの。豊臣を守っていくには家康殿の協力が不可欠なんだ。家康殿だけではない、皆の協力が。それをあいつは分かろうとしない。それどころかむやみに敵を増やすばかり。それではだからよ、一発ぶん殴って目覚まさせてやろうとしたのによ。てめえや家康が邪魔しやがって。されどあれほどの騒ぎとなってしまっては。そうだ、それはこちらの失策だった。豊臣家中が分裂しているという印象を与えてしまったな。んだよ大げさに。あんな喧嘩昔からやってることじゃねえか。昔とはもう違うんだバカ、何もかもだ。清正殿。なんだよそれ、知らねえよ。三成殿、役を免ぜられたと伺いましたが。あんな騒ぎを起こしては奉行など務まらんということだろう。今は謹慎中だ。さようでしたか。
左近の言った通り状況を家康に利用された。だがこれは家康を油断させる好機でもある。三成殿、それは。家康は間もなく上杉討伐の号令を出す。上杉を？どういうことですか？上杉は我らと志を同じくする者。家康の天下への野心を弾劾してきたが、逆に家康は上杉に謀反の兆しありなどと言い立てたのだ。盗っ人たけだけしいとはまさにこのこと。なんと、景勝様、兼続殿、おいたわしい。真田にも出陣が命じられるだろう。今はおとなしく従っておけ。そして時来たらば俺に力を貸してほしい。三成殿、もしやそうまでして家康殿を討たねばならぬものですか？無論だ。秀吉様に代わり豊臣を守る。そのためであれば何だってする。たとえ友と刃を交えることになってもな。三成殿。義継殿。その様子だと三成に会ったようだな、雪村。はい、義継殿。三成殿は家康が出兵した隙をついて挙兵するつもりだろう。やはり家康も三成の考えには気づいているだろうな。それなのにあえて出兵なさるのですか？私有を消したいと考えているのはあちらも同じということだ。三成殿は勝てるとお考えですか？危うかろう。そもそも戦などに持ち込むべきではない。はい。なんとか三成を思いとどまらせるよう努力する。だがそれが叶わぬ時は、俺は三成と共に立つ。たとえ命を失うことになろうとも。義継殿、それは。それが俺の乗る流れだ。友のために。それが義継殿の戦う理由ですか？そんな大層なものではないが。そうだ、俺にも三成にも家康にも戦う理由があるだろう。雪村、お前は何のために戦う？それは。雪村、三成から密使が届いたぞ。三成殿から？もしや。さよ。あやつ家康討伐の兵を挙げた。止められなかったか。茶々様や義継殿のご心痛はいかばかりか。我ら真田にぜひお味方願いたいともあるな。父上は何とお返事を？信行を呼んだ。揃ったら話をしよう。はい。勢いは家康殿にある。父上であれば皇后の感情は置いて、やはり勝つ方に疲れるだろうか。ならば私は。父上、お待たせいたしました。兄上、久しぶりだな、雪村。揃ったな。では始めるか。
わしは三成につく。父上、まことですか？太后へのご恩返しですか？どちらが真田に得があるか考えたまでよ。さようですか。私は家康様にお味方します。兄上。天下を太平に導けるのは家康様のみ。三成の行いはいたずらに世を乱すだけと存じます。はい、分かった。お待ちください。父上と兄上が敵味方になど。雪村、お前はどうする？私は、我らは己の心に従って決めた。お前も己の心のままにせよ。私は私には守らねばならない人がいる。三成殿にお味方し、父上と共に戦います。そうか。父上、雪村、ご武運を。兄上も。お帰りなさいませ、信行様。父上は、なんと。三成が兵を挙げた。父上と雪村は三成に尽くそうだ。そんな。信行様はどうなさるのですか？無論、家康様のもとで戦う。よろしいのですか？太平を守っていけるのは家康様のみ。その助けとなるべく力を尽くすと私は誓った。はい。そして真田の家は私が守る。万一の時は我が命に代えても父上と雪村を。信行様。真田のお家が割れるなんて信じらんない。雪村様と信行様が戦うなんて。別に珍しいこっちゃないだろ。そうだけどさ、真田は特別だと思ってたよ。特別なものなんかねえよ。家族だなんだ言ったところで。サスケ、あんたすぐに上田に戻って戦の準備だろ。見回ってくる。あいつ、私より落ち込んでない？